なーにゃーなばれにゃばーうーん続いてくれると信じていいだよ、僕は謎の信頼感があるから、もうやるしかないんだ。外に出ますわーって聞こえたら、あーへんなーってファットキングみんな俺の服装見てくれ、ここは冬か。いや、秋だろ、せめてこれは。いや、俺冬こうだろ冬も変わらずこうだろお前だけ季節がおかしいんだってね。エアコンが寒いよ25度積んどるかよちょうどいいだろ、25は。やばいって、九州でその服だと死ぬぞ。エアコンの温度設定がね、この初夜の部屋とヒロの部屋で2度違うんだそうなのマジで27度だから。正直言うぞ、俺25にしてるのは誰かが25にしたからそのまま変えてないだけで、実際は24にしたいからね寒い。扉を隔ててるんだよ、部屋をね、はい、ちょっと開けるとこちらの冷気が俺に当たっておおってなんの俺たち兄弟は兄弟でありながら相入れない。本当の弟かお前は北極くんかもしれない。だだだなんてめっちゃ言えんかった。北極グマかもしれんな。あ、クマだった。そうねえ、知ってるかい、北極マの毛って白じゃないらしいよ、透明らしいよ。光ファイバーみたいになんかそれよりもいいよと思ったなってるらしい光が乱反射して白く見えるらしいよおい、あんだよ、もう兄弟じゃねえけよ参ったな、ここで兄弟身を出してくっていう、ね、太るか、うん、太るか。あ、俺もっと太っちゃうかな。ジャングルちゅうまかったです。いいな、いいだろう。今度こそ特盛り食えたのか。倍盛りです。倍盛りだ、マジでうまかった。倍盛り、追い飯と温泉卵を乗せて、はあ、いくらだ。1500円。それ1500円、マジ。よっ、あそれその音量の差やばい、マジオッドの差もあって、その音量の差もあるっていう、なんだろうそれは。おい、例えるならなんだ。コルク栓が右から左へポンってあっ俺も負けてないよ、昨日サイゼ行ったでしょ夜はココス食べちゃったもんね。おいおいおい、許せん、お客さん許せん。うまそう。何がうまそうだ。笑える、あのおばさん突然出てきた今太そうはい、違う、太そうじゃない、太い太い、笑える笑それはどうだろうさ。おい、ニャロフドリア2個も食べちゃったよ。おい、ドリア2個食べたって、ドドリアだやめろニャロフドリア2個食べる人のことドドリアって呼ぶなそうやっていじるやつ出てくるやん、やめろピザも食ったよ。そう、ピザ羨ましいわ、ちょっとさ。いえ、あそこピザ何種類あるんだっけ、確か結構あったよね。3、4ぐらいだったっけよ。最高やん。ジュースもつけて1200円。うわ安っ。でも俺が満足する量ではない。ドリア10個食べちゃうドリア300円だからバカすぎるだろドリア10個ですねって店員もえって大食い選手権みたいな料理来るからそう、皿積み重ねておーっと10枚目だーっつって夜食べたココスが1800円だったわ。ココス何だったの、俺それ知らないんだけど。ちょっと何、あんた何一人で買ってるしココス食べてんだよ。あ、いや2人だよ、死ねもし仮にだぞ、お前の彼女と含め俺あの3人で行った場合な、はい、多分俺1000円も 食せないからなどういうこと。目の前に2人でクソ食ってやがるこいつ、もう食欲ねえわ、無理無理だ、ちょい不調になるんだそう食おもろ、じゃあ痩せるよお前食の話終わり、okay、もうドドリアでよ、尽きた全部持ってかないから今のあやねん叫んだドドリアさんっつって飯食った食べたよ。あー危ねえ危ねえ、おにぎり2個何も食ってないわけじゃないからな。そうなんで、まして飯だしな食べてあの米は飯と言うじゃないかなんかパンとかだったら飯を食いか米を食いだったのにさ、おい朝食。あ、まあそうか、ドリセン行ったよ。ドリセン発生ねし寝てるとねせ
ないわ。うわねえわ。そうだわ。隣でパンを作ってんだよ、石井さん。一個くらい買ってあげるべきかなとか思いながら、おにぎりだけ持ってった。あれ、パン、売れてんの？売れてんのかな？パン職人。やめて。やめて、見ないで。クロンクしながら。いや、それは踊ってるやん。それは幸せやん。巨体育館で2時間ずっと体育座りで痛いし、暑いしで、地獄だった。おーし、懐かしいな、そういうのあったな、俺らもあぐらかけんだよね。出た、その話。そう、何回してもくれてもいいわ。体育座りできんび、できんびってね。できんのに。おい、なんだよ。ちょ、え、変な髪型するからな。以前はなんかそれカットしてたんだけど、最近そのまま使うようにしてるわ。できんび。もういいかって以上だ。字幕に起こしてるからわざわざ。ほら、いい。何がだよ、その体操座りエピソードだな。体育座りができないから手がこうなる、ここなんだよ。はい。普通足組めるじゃん、こうやって手、手こうできるじゃん。そうだな、こうなんだよ。で、足クロスするやん、お腹がやるような体育座りあるやん。あるね。そう、あれやっても手が、手がこうなんだよ。で、こうなんだよ、ずっとこうなんだよ。そうやって遊んでんのお前。いやもう、いや耐えきれんから、耐えきれんから。足、足キュッてするのが大変だから、なんだかこれ掴むんだけど、これが離れちゃう。みんな体育座りなんか俺あぐらかく、あぐらかくんだけど足がしびれてあぐらかく、あぐら長時間できないから、そこからまた体育座り戻すんだよ。体育座りって、体育足クロスあぐら体育座りっていうリズムをね。そういう苦しめるには座らせればいいんだな。そうだよ、一番ひでえのは正座だよ、本当に。正座なんだ。できんの？できない、できない、できない。だからさ、正座するとさ、俺足が太いからさ、みんなのさ、あの頭の中からさ、必ず俺顔一個出るさ、ニコッ。マジ太いからさ、本当に頭出るんだよ。今体育座り披露するしかないよ。あのリングフィットの時を得て、あー、できるようになったのか、体育座りが。やってやるよ。そうだな。出まして。あ、ちょ、くめりやん。手くめりになってるわ。イエーつるってないやん。つる、ダメダメだ、ダメダメでした。おお、窮屈だね。日が離れてちゃうよ。分かる、こうやってこうなっちゃう。だからこう、これこうして、だからこれ無理だから足クロスして、ああ、だから今度はこう、こうだよね。前方にある肉が全部集まってんだ、ここに。苦しそう。苦しいぞ、マジ苦しいぞ。ギュッてなってる。この後ろやべえからさ、もう重力が発生してっからな。体育座りなんて何年ぶりにやった？これできるよ。死ね。本当にダメ。なんだよ。おい、それあれだぞ、おい。暴力的根絶。誰に対しての暴力的コンテンツだよ。デブに対してだよな。そうか、全デブに対しての暴力的コンテンツだよ、やめろ。まあ今日バイク乗ってたけど暑いね。やばいだろ。天気予報でさ、うん、暑い時のマークと涼しい時のマークであるやん、なんか顔文字でさ、ずっともうずっとこれ走り出し5秒だけ、うん、ああ、もう暑い。走り出しの汗ばんだ時に感じる風だけもう気持ちいいの。あとこの前バイク乗っててさ、ちょっとスピード速かったのよ。はい、スピード違反してないよ。はい、よし、スピード乗ってきたぞってところで、うん、道路脇からペットボトルゴロゴロゴロって、うわって。一瞬死んだもん。怖くない？めっちゃ怖いそれ。言うてもビニール袋ですら怖いからな。まあね。そう、でもあのデカビタとかのタイプだもん。うわぁ、悪くて、うわぁ、蓋も閉まってるから一瞬天国になった、周りが。はいはいはい。転職してやっと仕事人立ちしたぜ。おぉ、やったね。おぉ、いえ。じゃあ俺も転職するか。そうだな、サーカスのクマでもいいかなっつって。人間じゃねえ。転生って言うんだ。高速道路に突然現れる亀にも気をつけてください。What? 亀？え、相棒？
亀山や。亀山だね。テレルルテテテテ。こんばんは。最近かなり暑いので熱中症に気をつけてください。はい。あ、よ、昨日すごかったからね。あんまりやってないポジションやったっていうのもあって、めちゃくちゃ頭使ったんさ。おお。それで、まあ、朝から汗ダブダブだったんだけど、やばい、耐えきれないっつって。で、あの練習終わって、最後の合わせをやるって時に、一回プール入って、後ろから氷水で背中にジャッバーって書いてて、うおーって、キャッチャーって。リアルプールで水浴びするゴリラになったんだな。そう。何この軽さ。俺今空を飛んでいるのか。さっきまでのだるさは何だったんだ。おお。本当にね、後半で言うとなんか回復薬飲んだ後みたいな。そう、ジョイーンの後にみんな動けるような感じなんだよ。でき落としたな。それ熱中症になったら悲惨だろうな。それ帰れないから俺を迎え行かないといけないよ多分。そうだね。ヤマトの冷凍便とかで精肉で来るやん。冷凍肉やん。さすがに人じゃ無理ですかって。いや、ちゃんとあの鉄標をつけてくれれば分かりました。鉄標パーンっていけるかもしれない。日焼け用の傘買ったら、あ、ごめん、日よけだわ。もしかして熱中症かい？大丈夫かい？日焼け用の傘ってなんだろうな。肌黒くなるんでしょうね。上からブルーライトみたいな、あの、なんだっけ、タンニングマシーンのライト。そう、タンニングマシーン仕様の傘。なんだそれ。上だけ日焼けする。頭皮だけ黒くなるわ。庭に醤油の背丈ぐらいの雑草生えてる。え、ここジャングル。183センチだってお前。超でかいよ。そんな肌な。そう、遠目からでもなんか、うん、ちょっと見上げるもん。それさ、遠目でも身長以上ある。やば。2メートルぐらいあるよ。引っこ抜いてみたい。ガキだ。なんよ、いいだろ。ニュースで公園の遊具がアリンくらい熱くなってるの見たな。ちっちゃい頃そういうトラップいっぱいあったわ。でもさ、最近はもう遊具がないさ、公園っていう名前の月についてるやつあるからな。一人暮らしでね、住んでた近くにはなんとか公園って名前はあるんだけど、あの遊具ゼロなんだよ。で、広さ的にはね、これぐらい、この部屋つこれつなげたぐらいの広さしかない、ただのただ広い、何もない場所。そこがなんとか公園って名前ついてる。で、そこでボール遊び禁止って書いてあるから。何すんだよって何をして遊べと思う。そこで影読みでもするか。スマブラとか。家でやれ。ネット使え。いや、子供意味もなく外でゲームするから。わかる。俺ら外でゲームボーイとかしたもんな。そうだよ、友達集まって公園でモンハンしてたもん。懐かしい。外でカードゲームやったのが懐かしい。うわー、わかるかもしれない。うわー、懐かしい。マジで意味もなく外でカードゲームやったな。遊戯王だな。こしたらな、遊戯王大好きすぎるやつがさ、もう俺学校にね、付きまとってきて、なんかもう想像でリュウしようぜ。え、何言ってんの。え、何言ってんの。何言ってんのこいつって。でもさ、そいつすげえのがさ、全場面自分のやつ、あの毎ターン覚えてるさ。かつカードは全部現存。で、いや、ちゃんと40枚手札把握すごそう。翔平は俺、いや、もう場面10、10と10、モンスターを受ける場所10、魔法カード10。おめたきすぎやろ、お前。そこは普通にやってやるよ。30万くらいで、一気100くらいだったよ。覚えてらんねえよ。覚えてらんねえから、毎回適当だもん。当時のことを思い返すと、申し訳ないけど、無理だもん。あれだもん。おい、俺の返し。何のカードをセットしてたのか、まあ、かつ何ターン経ったのか覚えてないもん。そうだね。突然それ、はい、それアウトって、え、何何何って、え、嘘。でも仲良しだった。まあどちらかといえばもうちょっと頭熱いもん今。頭なんだ。髪の毛ないの。そうだから熱い。なんで。冷たい空気は下行くやん。ああ、そうだけどさ、暖かい空気はさ上行くからさ、俺自身で発せられた熱が俺の頭に影響を与えてるっていう。この辺の熱が上に来てんの。全部上来て今めっちゃここら辺熱いさ。お前セキュラムできちゃうよ。うわ、煙って見えない。実際ウェザーリポートよ。この辺で雨発生するから。大丈夫か。熱いマジで。なんだそりゃ。なんだそのうちわは。リカはどこで買ったんだよ。セブンイレブン、これ385円だって。
高っ。よし、おお、醤油が来た。俺が来たんだ。醤油を感じた今。来たの。あー、待って、あー、手紙だ。いけ、みんな、いけいけいけ。おお、めっちゃ床メキメキ言った。スイッチのリモコンつけたままいっちゃった。あ、邪魔だよペットボール、どけ。一回来たんだけど気づいてもらえなくて、ピンポンで。あ、そうなんだ。そう、それで一回戻って、あの道路近くまで来て、俺の、俺この窓見上げたんだ。そしたら俺と目が合って、めちゃくちゃ優しいおじちゃんだったよ、ありがてえ。おしゃれなブレスレットしちゃって、しょうゆくん。さすがに取ったわ。あ、そっか、さすがに取ったわ。取ったんだ。頑張れ、頑張るし。あ、もうちょいだ。はい、熱い、はい、熱い、本当に頭が熱い。頭なの。ホットらすぎる。さっきれた。いい、動いてに。ほう、ほう、ほう。減少傾向にはあるが。ほう。緩やかになってないですか。もう止まるやん。うーって上に上がったか。きれいな二次曲線ですね。うえ、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 どういうこと。ごちそうさまでしたんで。あ、言った今。あ、お手配熟。ごちそうさまでした。ごちそうした。俺がテロップしろと。お手紙じゃん。皆さんの情報のありがとうございます。また次回お会いしましょう。ごちそうさま。ごちそうさまでした。あ、あ、パオ壊しやがったこいつ。お前が。チーカーのつまんねえボケすんなって怒れるかと思って。わかんねえよ。それ何やってんだよ。何やる機械なんだよ。この丸みがちょうどいい。何をやる機械なんだよ。あ、よかった。何なんだよ、だから分かんねえよ。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ。